ところで、和彦さん、はなんいか、はい。やらかしちゃった失敗談などは、まいあ、あきりなまりすダイか？レクトに聞いてきたね。ありますか？あ、あり、そう、ありまあ、ありすまよ、すそよ。れそれありは。ますよありね。ま私だっすてありますよ。よ。言うの？言っても大丈夫そうなのにして。この間ね、バースデーのイベントをやったんですけど、その時に、前の日に、ちょっと髪の毛が黒いから、ちょっと染めとこうと思って、なんかこう、ブリーチ剤を買ってきて、で、家でこう、やっやったの。たの。で、パソコンいじりながら、もう何分間か怒んなきゃなと思ったよ。そパうでソすコンいね。じってたら、そのまま寝ちゃったんだよ。で、起きて、うわやばいと思って。この色で止まってた。よかったねー。よかっもうちょったと置いてたらどうねなっちゃうんだろうと思って。ー。ド金髪とかになりますよ。か、全部毛が、こう、ボロボボロロになっボロにちなっゃっちゃう。て。まずは痛みますよね。寝ちゃった、ダメな時寝ちゃったのびっね。くりした、これ。かじこさん、ブリーチやった時とお酒飲んだ時は、しっかりよく考えて寝る場所考えてね。お願いね。